こんばんは、ゆめです。あなたは地球の内部がどうなっているかご存知ですか？きっと学校の授業などで習ったことがある方も多いはずです。でも地球の内部なんて実際に目にすることができないのに、なぜ構造が詳しくわかるのでしょうか？実は意外な方法を使って調べているんですよ。今回はその方法について私と一緒にお話ししましょう。ということで、まずは地球の内部構造について紹介します。地球の内部は地殻、マントル、核で構成されています。大きく分けて3つの層で構成されているんですね。まず一番外側にあるのが地殻です。これは地表から0から70キロメートルの部分にある岩石で構成された固体の層で、私たちが暮らしているのはこの地殻の上ということになります。つまり私たちの足元から70キロメートルまでは岩石の層になっているんですね。人類からするととても深いように感じられるこの層ですが、実は地殻は地球の半径の 1% にも満たないそうです。地球全体で見れば、それはまるで薄い膜のように感じられますね。幾重にも重なったミルフィーユの層の一番上といえばイメージしやすいでしょうか。地球はこの薄い地殻の下にもっと分厚い層がいくつも存在しているんですね。そんな地殻には2つの種類が存在します。それは大陸地殻と海洋地殻です。2つの違いはそれぞれを構成する岩石の質です。大陸にある大陸地殻は花崗岩質、海洋にある海洋地殻は玄武岩質と言われています。地殻はとっても薄い層ではありますが、環境によって質が異なるんですね。さて、次は少し深くまで潜ってみましょう。地殻を越えて地表から70キロメートルの地点に到着しました。ここからはマントルと呼ばれる層になります。マントルは地表から70キロメートルから670キロメートルの上部マントルと、地表から670から2890キロメートルの下部マントルで構成されています。地殻に比べるととても範囲が広いことがわかりますね。それもそのはず、マントルは地球の内部で最も分厚い層なんですよ。その割合はなんと 80%。地球のほとんどがマントルといっても過言ではありませんね。そんなマントルを構成するのは主に岩石です。あれ？地殻と同じじゃない？と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。マントルは地殻の岩石よりも重い干乱石などの岩石でできています。中でも下部マントルを構成する岩石は緻密な構成となっていると言われています。つまり地球の内部は深い場所に行くほど重く緻密な岩石の層になっていくんですね。では地球の中心である核とは一体どんな層なのでしょうか。核は主に金属で構成された地球の中心部です。核の金属は鉄と少量のニッケルでできています。そんな核は外核と内核に分かれているのですが、それぞれの違いがわかりますか？実は外核と内核はそれぞれ存在している状態が異なるんです。まず地表から2890から5150km に位置する外核は、金属が溶けて液体として存在しています。一方、内核は地表から5150から6360km の位置にあり、金属が固体として存在しているのです。
基本的に地球は内部に行けば行くほど温度が高くなるとされているため、核の部分では金属が溶けた状態で存在するのです。ではなぜ内核は外核よりも温度が高いはずなのに固体として存在するのでしょうか。その理由は圧力にあります。確かに内核は外核に負けず劣らずの高温状態ですが、外核よりも圧力が高い状態にあります。そのためあまりにも高い圧力によって金属が液体としてではなく固体として存在するのです。さて、ここまでが地球の内部構造のお話でした。地球の内部は複数の層に分かれているんですね。その状態を表すのに例えとしてよく使われるのが卵です。ゆで卵を想像してみてください。これを地球に例えると、薄い外側の殻が地殻、白身がマントル、黄身が核に例えられます。こうして考えると分かりやすいですよね。また地球の層は内部に行けば行くほど温度も密度も高いことで知られています。地球の地表の温度は平均して約14度ですが、中心部の核の温度は約5700度と言われています。核ってとっても熱いんですね。でもなぜ地球の内部構造が温度や圧力に至るまで詳しくわかるのでしょうか。実際に地球をスイカみたいにパカッと真っ二つに割って中身を観察するなんて無理ですよね。じゃあ掘ってみたらわかるかも。人類は地球の内部を確かめようとして地中をどこまでも掘り進める計画を立てたことがあるんです。その痕跡として有名なのがロシアにあるコラの超深度掘削口です。1970年代、ロシアの科学者たちはロシアのコラ半島で掘削実験を始めました。その目的は地球の地殻深部を調べること。穴は約20年間にわたって掘り続けられ、地表から1万2000メートルもの場所まで掘り進められました。世界で最も深いとされるマリアナ海溝が約1万920メートルなので、地球の中で最も深いところまで進むことができたんですね。しかしこれ以上は掘り進めることができませんでした。なぜかというと、予想以上に地殻内部の温度が高かったためです。掘り進めた地点では温度が180度と想定以上に高かったため、これ以上は地中を掘るためのドリルビットが機能しなくなると考えられました。そのため当初の予定では1万5000メートルまで掘る予定でしたが、計画は中止となりました。それでも1万2000メートルってかなり深いところまで掘れた気がしますよね。ですが地殻は地表から70キロメートルのところまで続いています。地殻が70キロメートルなのに対して1.2キロメートルしか掘れていない。そう考えるとこの実験で開けられた穴がとても浅いものに感じられませんか。現代の科学力では人類は地殻の 1.7% の地点までしか掘ることができないのです。他にも人類が掘った穴はたくさんありますが、コラ半島の穴よりも深い穴はありません。つまり人類が直接見ることができたのは地殻のほんの浅い部分だけです。ではなぜ直接見たことがあるわけではない地球の内部構造がわかるのでしょうか。ここからは地球の内部構造を調べる方法を全部で4つ紹介しますね。まず最初は地震で調べる方法です。地震ってとても怖いですよね。地震大国である日本では
日々地震が起こっています。時折大きな地震が発生し、大災害になることもありますよね。このように人類にとって脅威となる地震ですが、実は地球の内部を調べるために利用できる現象でもあるんです。現在分かっている地球の内部構造は地震によって分かったことが多いんですよ。では地震でどうやって内部構造を調べるのでしょうか。その方法は地震波の速度を見ることです。地震波というのは地震によって発生する波のことですね。この地震波で内部構造を知る手順はエコー検査に似ています。例えば妊娠中にエコー検査で体内の赤ちゃんの様子を見ることがありますよね。波が伝わる物質の種類や状態が異なると波が伝わる速さが変わります。あの検査のように地球も波を当てることでその内部構造が分かっちゃうんです。その波が自然に発生するのが地震ということなんですね。地震波には P 波と S 波があり、それぞれの波による動きの違いを調べます。でも地震ってたまにしか起こらないし、地震を待っているだけでは研究が進まないのではって思いますよね。実は地震って世界中で1日に300回以上も起こっているんですよ。1年あたりなんと10万回も地震が発生していると言います。毎日世界のどこかで起こっている地震を調べれば地球内部の研究が進みますよね。それに地震波は発生した場所だけでなく地球の内部を通って地球の裏側まで到達します。そのため地震波がどのくらいの速度で伝わったかを調べることで地球の内の物質や性質、さらにその密度などがわかるのです。地震は怖い現象というイメージが強いですが、内部構造を知るために重要なことなんですね。こうして地震波を調べてわかったのが地球内部の構造が層になっていることです。地震波が到達する時間は震源からの距離に比例します。つまり震源から近い場所では早く、遠い場所では遅くに地震波が到達するということです。しかし震源からある程度離れた場所では地震波が早く到達することが分かりました。地球の内部で地震波が地中にある何かに屈折することで早く地震が伝わっているということですね。そして密度が大きい物質の方が地震波が伝わる速度が速くなります。つまり地球内部は途中で密度が低い物質から高い物質に変わる層の構造になっていることがわかるのです。また P 波と S 波の違いも地球内部の情報を知るのに役立っています。なぜなら S 波は固体にしか波が伝わらないという特性を持っているからです。つまり P 波だけが到達する範囲があることでその先に液体が存在することがわかるんですね。これによって外核が液体で内核は固体として存在していることが判明したのです。地球のほぼ中心というとても遠い場所の状態まで地震波で分かっちゃうんですね。地震波ってすごいです。さらにこの調べ方によって地殻とマントルの間に不連続面があることが発見されました。さらにマントルと核の間、そしてマントル内部と核内部にも不連続面があることが判明しました。不連続面とは物質の密度が急に変わる部分であり、地球内部の層を隔てている境界です。地震波によって層だけでなく、その境界の存在もわかったんですね。このように地震波を調べるだけで、地球内部の構造や
固体、液体といった状態までたくさんのことを知ることができるのです。では次に重力によって地球内部を調べる方法を紹介しますね。地球で暮らす私たちにとってとても大事な重力は、実は地球内部の構造を調べる上でも重要な要素なんですよ。では重力を調べることで何が分かったのでしょうか。それは地球の内部にある物質の密度です。物質の密度は地震波でもある程度調べることができますが、重力によっても調べることができます。例えば内部にあるものの密度が大きければ重力が強まります。反対に密度が小さければ重力が弱くなるのです。この物理量を調べることで地球内部の密度の違いを知ることができるのです。また地下の熱を調べることで地球内部の情報を知る方法もあります。地球内部はとても熱いことで知られていますが、その熱は地中深くから地表に放出されます。その熱の量を調べることで地球内部の温度を調べることができるのです。調べる方法は海底に温度計を刺すこと。海底表面から温度計を地中数メートルのところまで刺して、その温度勾配、つまり温度差の変化量を調べることで地球内部の温度を推測することができます。その結果、地球内部では大きな熱が存在していて、とても高温であることが分かりました。ただし、地球内部に直接温度計を入れることはできないので、まだ正確な温度は分かっていません。ですが、地球の温度を知る方法は他にも存在します。それが、高温高圧実験です。これは地球内部と同じ圧力を作り出すことで内部を構成する物質の温度を知る実験です。例えばマントル物質は固体なのでギリギリ溶けない温度として約3300度と推定されます。また外核と内核の境界は鉄やニッケルの融点から5500度とされているようです。こうして複数の方法を合わせて考えることで、より詳細な温度が分かっていくんですね。地球内部の情報を知るための手段は一つだけじゃない。これまで内部の謎を解き明かしてきた科学者の偉大さが実感できますね。それに地球の地下にはまだまだたくさんの情報が眠っています。それが地上に吹き出してくるのがマグマや温泉です。つまり地中から吹き出すマグマや噴石、温泉などの成分を調べることで地球内部の成分を知ることもできるということですね。例えばマグマは上部マントルの一部が溶けて上昇したものですし、温泉もまた上昇してきたマグマによって温められた地下水です。つまりこれらの成分を調べることで上部マントルに含まれる物質を知ることができるんですね。こうして実際に行くことができない上部マントルという深い領域の情報が分かったんですね。ではそれよりも深い場所にある核については何か調べる方法があるのでしょうか。実はあるんです。地磁気というものを調べることで核の状態を知ることができます。地磁気というのは地球に存在する磁場です。方位磁石の針が北を向く、この現象あなたも一度は見たことがありますよね。これは地球に磁場があることを表します。地球の磁場は太陽系の他の惑星に比べて強く、水星の100倍、火星の500倍と言われています。そんな地球の磁気は金属質である核の部分で作られていると考えられるのです。つまりこの地磁気を調べることで
地表から深さ2900km から5100km の領域がどうなっているかを調べることができます。この深さに存在するのは、液体の金属で満たされた外殻です。そして地上で地磁気が観測されるのは、地球内部で外殻が流動しているからと考えられます。その地磁気の強さや向きなどを調べることで、外殻の運動状態を知ることができるのです。磁場によってこんなにも深い領域の情報を知ることができるなんて、すごいですね。ちなみに地球の磁場が作られるのは、この外殻の流動によるものです。ここで作られた外殻が上空で磁場のバリアを作ってくれるため、私たちは宇宙から降り注ぐ有害な粒子の影響を受けずに生活できるのです。さて、今回はなぜ地球の内部構造がわかるの？という不思議についてお話ししました。地球には地殻、マントル、核の3つの層が存在するという知識は、もはや常識レベルで定着しています。しかし、なぜそれが分かったのかということについては、知らなかった人も多いのではないでしょうか。地球の内部の情報は、主に地震波、重力、地下の熱、地磁気の4つで調べることができるんですね。それぞれの調べ方で分かることが異なるため、これらの研究をいろいろと組み合わせることで、地球の内部情報が明らかになっているのです。とはいえ、地球内部についてはまだ分かっていないことも多いのが現状です。例えば、内部の温度については正確な値が分かっていません。地球の中心は溶けた鉄でできていることは分かっていますが、高圧下での鉄の融点を正確に知れば、正確な温度が分かるかもしれないと言われています。今後の研究に期待が寄せられますね。それでは今日のお話はこれでおしまいです。またあなたとお会いしたいので、ぜひチャンネル登録してくださいね。いいねもいただけたら、嬉しくて動画制作がはかどっちゃいます。皆さんが良い夢を見られることを願っています。また次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。